やらないか。ラン&ファイヤー。久しぶりにやっていきます。これは確かここでマップを選ぶんだったかな。ほら、マップっていうか部屋選んで、こっからジョインしていくと思うんだが、何せあれから全くやってないからわかんねえ。確か、ああ、いや、これは多分わかる。ちょっとやった気がする。二人か。随分と少ないな。まあ、やっていきましょうか。まあ、どっせこれから増えていくっしょ。全然このゲームのシステムわかんないし、そもそもロシア語だから。あ、全然設定とか何アイテム変更とか全然できないんだが。要はもう初期アイテムでしょ、俺。初期アイテムでずっとやってるから。ねえ、モサには多分勝てん。まあ、このマップは狭いから結構スピーディーな、まあ、戦い方ができるんじゃないかと思いますが。一人ね。いるわ。あいつ。スナイパーか。許さんぞ。なら俺が締めてやる。へい。危ね。あいつら、俺のディセージまで突っ込んできやがった。オッケー。こっから狙えるんだ。へい。へい。ざま。よし、あとは、一気に押し込むだけだ。どうせまたやつくんだろ、あそこに。ほら、来た。今はね、妹とスナイパーはね、同じところにね、帰ってくる。修正があるから。お、狙ってるかい、君も。へい、へい。俺がもらった。ごめんな。あのムカつけろは俺が倒すんだ。リセージ変わってないよね、きっと、まだ。グラナータ。お、ラッキー。えい、ラッキー。へい、いっぱいいるな。ラッキー。何かやってる。何かやってるわ、あいつら。よくわかる。なんだこいつら。随分と面白いやつらだ。へい、ダメか。またあの上のところにあいつが戻ってきたから。ちょっと一発これでお見舞いするか。そろそろあいつらも俺がいることを覚えてるかもな。ほい、いない。もう一回ぐらい絶対帰ってくると思うんだよ。ここにグラナータ来ない。行き、俺は来た。ブラスターよ、グラナータ。フラグだから。今いる。今投げて右にいた。お、X 囲いの ID がいる。珍しいな。お、フラグ。お、お、どこだ。わからんわ、後ろから。せっかく切り替えようか。AR に。またあいつが、スナイピングしてるやん。またしてるわ、あいつスナイピング。へい、おい。タイミング悪すぎな。まあでも倒したわ。お、後ろか。ナイス。またあいつスナイピングしてるから気をつけよう。はい。リロード。オッケー。おい。ナイス味方。ここは敵のディスイチだ。ハロー。こんにちは。生まれたての坊や。どうしちゃった。
生まれたて。よし、あと8分か。まあチームデスマッチだからあまり今日ね頭使うことないと思うけど、割と単調だな。まあそりゃそうか、さっきと比べると随分と人数が増えてきたから、まあだいぶにぎわってきたんじゃないか。おめ自分が投げたフラグで死ぬところだった。もう一回ディスイッチ突っ込んでみっか。おガチ打ちしてる。ダメだ、さすがに一人で突っ込むのはダメだった。まあ敵の数が多いから。このゲーム男キャラしかないんだ。女キャラいないね。完全に俺得だわ。おい嘘、今絶対俺の方が早く撃ったっしょ。あんのかなアーマーとか、あの自分の装備品によって防御力とかまあ威力とかが変わるっていうアイテムが絶対あるよね。明らかに俺が先撃ちして死ぬっていうのおかしいでしょ。まあ俺が多分下手くそなんだろうけど、それにしてもね極端な場合が結構多いから、あるんでしょ。すんげえ武器持ってんな、ドラドラドラって、あのガトリングガンみたいなミニガンみたいな音がする、ブリブリ音がする武器を持ってるやつがいて、出ます。スナイピング、あのスナイパー野郎を頼むぜ。あのスナイパー野郎ダメだな、俺が毎回押しようって。ナイス味方。こっからスナイピングできるんだぜ。もう一回ぐらい来るでしょ。うるせえ。よし、来ねえ。来ねえ。今俺だった。おい、ダメだ、こんな冒頭頭出してる場合じゃねえな。だいぶにぎやかになってきたな。だいぶそれに伴って上手い人も増えてきて、俺は苦しい限りだ。ラッキー、ラッキー、よし行こうか。こっち行ける？おう。いいな。ダメだ。まだ予測ができない。あ、どっから敵が来るとか、ね、そのためにどうやって、俺はどう対策を取ったらいいかとか全然分かってないから、ダメだ。おい。ほらほら、さっき、さっき、どうだ？いるよ。なところにいたわ。ダメだ、全然慣れてねえ、審判だな。まああと残り5分頑張っていこうか。もしかしたら奇跡が起きるかもしれないからな。いる、オッケー、ラッキー、オッケー、いる、危ない、多分分かった。弾が当たってねえんだ、俺。リコイルで。え、何今。あ、そうだ、これ、そういえばあれだ。瞬時に後ろを向く方法があるんだ。H ボタンで、ほら。瞬時に後ろ向けんだよ、これ。ほら。ってことは、これで H ボタンでしょ。H ボタンのところで、これでこうすれば。違う。ああ、ダメだ。わかんない。設定ができねえ。こうか？できた、できた、瞬時に後ろを向く。よし、これで俺は勝てると思う。敵がいねえ、ん？上か？あそこか、わかんないけど、スイッと、ラジースラッキー、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 超ラッキー、前もしてもらう。さすがに俺には無理か。
4連続は4連続キル。うわ無理やな。よし、敵は多分こっちから来てるに違いない。ここやろ多分。じゃほらじゃない。おおナイス味方。おいる。ラッキーヘッショットミック。ハロハロ。おお横から来た。何人か放置してるやつがいるのかな、わかんないけど。おう、そのロケットみたいな技なん？どうやって使えるの？俺も使いてえわ。まだ名人コみたいにぴょんぴょんしかできねえ。ぴょんぴょんしかできねえから。あのロケットみたいな、バーンってやつ。俺も使いてえよ。こっちできん？なんだなんか味方がすげえ押してんな。これ。これ。ここにいた。ダメだ。これ味方勝ってんのか負けてんのかわかんないけど、俺はどっち強いの？青。青。青チームなのか赤チームなのかで、わかんないけど。まあ状況的に見れば勝ってるんでしょうね、きっと。そこにいんな。上にいる。ヘイ。ブラサイグラナート。じゃあね。逃げた。そこにいるぞ。ほら。ただ貫通とかできないから。いる？ハロー。ラッキー。上に行ける方法あるか。お、いた。ヘッショ。無理。無理や。よし。もう一回あそこにフラグを投げてみようか。あそこな。あ、倒した？スイッチ。グラナータ。倒したんなら結構。お、ナイス。おお、敵のディスイッチ。めっちゃ敵いるやん。やば。よし、さすがにこれ通せる。綺麗。これデスイッチ変更とかないのかな。ご丁寧にそんなシステムはないのか。あと40秒か。さすがにこの状況でキルで1下回ったらちょっと恥ずかしいな。自分のキルでがまだわかんない。見る方法がわからないからなんとも言えないんだけど。フラグ。おっ、おう。あと10秒。ロシア語でカウントダウンしてる。アンディール。オペラセプラバリナ。終わった。アンディールって言ってたロシア語で。おお、俺が1位だった。やっぱりキルダは下1位下回っていたが、1位だった。まあ、難しいな。ロシア語全然わかんない。ね、まあ、じゃあ今回ここまでにしときましょうか。最後までご視聴ありがとうございます。高評価忘れずによろしくお願いします。コメントはすべて目を通しておりますので、ご自由にどうぞ。それじゃあ、また。